こんにちは、こんばんは。今回はリゼロコラボ中ですが、ガチャ引きましょう。音がうるさいんだな、これ。大丈夫かな、めちゃくちゃな音でかいの、これ。ちょっと下げるか。はい、ということで、ちょっと画面が止まっちゃったので、ここからいきましょう。これがコラボから確定で、浴衣レムが確定なのかな。そういうこと。まあ行きましょうか。ここはちょっとガチャしか引かないんですが、動画だね。すげえいっぱい、え、あ、10単発かと思ったんだけど、そんなに引けちゃう。フルやる。あ、じゃあこれ最後に引けばよかったかも。おー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 おおおお、 B、 あ、最後にね、最後に出てくるよと。これはスウェニョ、なんかかわいい。ありがとう、スウェニャ。スウェニャ、ありがとう。はい、ってことで、これ音楽流して大丈夫ですか、これ。まあ、大丈夫でしょう。大丈夫でしょうね。まあ、リゼロ、ずっとわかんないんですけど、まあ、いいでしょう。雰囲気出るし。はい。ちょっとスウェニャ置いといて、これね、2回連続単発ドリームして、2回連続これで出たんですよ。やばくないですか、その確率。やばくねえか、その確率って言いながらやってましたけど。何ガチャ聞いたのかな、ちょっと今ないですが。はい、コラボだからね、一回ちょっとたしなみで10連引くってのもありなんですけどね。何か困ったことがあるなら僕でよければ手伝う。なんか難しいよね、これっていうのが。まだ見てないんですけど、細かくは。なんか他にも上位互換がまなんかいるかな。お、でもこれはいい気がするけどな。吸収でコンボが特殊だから、暗黒にもこう対応できちゃうみたいな、うん、いい気がするけど。まあコラボなんでね、でもいいんじゃないかなと。ここでね、見てもらうと遊び方が分かると。まずレム確定ガチャを引きましょう。で引きました。で決戦をクリアしてコラボキャラをゲットしていきますよと。名場面が出てくるよと。でいろいろとコラボキャラをゲットして、でコラボキャラを編成してコロシアムに挑んで、ポイントを獲得しようと。でポイントを集めるとコラボ確定ガチャチケットに引ける特別ガチャを、引けるということですね。はい、だからとりあえずこれ引いて決戦やって、でコロシアム、決戦で手に入れた、リゼロキャラを今度は編成してコロシアムやって、でコロシアムで勝っていくとポイント固まって、ポイント固まるとチケットゲットできると。ちょっとかけら貯めたいから、単発とかそこら辺でとりあえず頑張って当てたくて、もうちょっとかけオーブ、違う、かけらが集まったら、言ってません、オーブなんてね、かけらが集まったら10連ぐらい足しなんていいかなというふうに思うんですが。あ、そういえば本戦中じゃん。でもまあガチャチケ引いて終わりにしたいと思います。いきましょう。でもとりあえずコラボキャラで好きな人は引くべきだと思います。はい、次来るかわからないんで。これは確定、よし、こっちか、行こう。上が確定なので、 OK。 これは多分ログインとともにもらったチケットじゃないのかなと思います。いいですね。フレーム、これは確定じゃないよね。イクシラー、イクシラーいいね、見た目いいね。はい、ってことで今回はもちろんリゼロのね、コラボが始まったよってところの触りの部分ということでちょっと軽く見ていったんですが、もう普通にね、でも使いやすいキャラが普通に多いんじゃないのかなというふうに思いますので、うん、ここからスタートするっていうのでも全然楽しめるんじゃないのかなというふうに思います。もちろん
コラボが好きでリゼロが好きでオセロニア始めたって人はもう引くべきだと思いますけどね。それで始めると多分頑張るとかけらが 100以上はもらえるんで、クエストクリアするとかログインしたりとかもらえると思うので、まあ引いていいんじゃないのかなというふうに思います。ということで、ね、最後はコラボ確定ガチャチケットで引ける特別ガチャ、 A 以上のコラボキャラが確定相手に入りますので入りますので、ガチャチケ引いて終わりにしたいと思います。ということで、最後にありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。いきましょう。でもね、オセロニアはね、 S はもちろん強いんだけど A も大事だから、まあ、S 来て欲しかったんだけどね、欲しかったんだけど、ん？この子はクルシュ、あ、普通に、うん、普通に強い、ありがとうございます。 1.15 倍スタート、おお、なるほど、ありがとうございます。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は画面左の登録ボタンからお願いします。この動画に関連する再生リストは真ん中の再生リストをクリックかタップしていただくと見ることができます。その他にもいろいろな動画を上げておりますので、ぜひご覧ください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。